今日お誕生日だったのですが両親に産んでくれてありがとうと思いますわあ素敵だなこうやってコメントの中にあ誕生日の人がいるハッピーバースデーっていうこういうコミュニティをねこういう繋がりを持ちたいよねオンラインでもできるからおめでとうおめでとう素敵じゃんワクワクすることたくさんしましょうそうねこの配信もやっぱワクワクしますよどういう悩みが来るかわかんないし お母さんに感謝したいっていうのは、もう僕も誕生日の時にはいつも思ってたことなんで、母ちゃんが産んでくれた日なんで、親としてはね、生まれてくれてありがとうと思いますよね。うちも間もなく、娘が5歳の誕生日ですけど、かなちゃんが産声を上げた時からのこう動画を1年に1回作るんですけど、最後にね、こう、生まれてきてくれてありがとうっていう文字を、こう、ワクワクすることは人生においてやりたいので、 キャンピングカーで日本一周回るってやっぱやりたいですよね。あとはロケットを飛ばしたい。ズボン